庭の木が枯れかかっていても、なんとなく魂が宿っているような気がして、切りにくいことがありますよね。よく宿っているという言い方をしますが、実際にそれはあるんです。枝を切るとき、いきなりズブズブ切ってしまう人がいますが、木も痛みを感じています。ですから、枝を切るとき、ここの枝切るよって言ってあげると、エネルギーをスッと引っ込めます。そうすると、痛みを感じないで切り離すことができます。行う側の意識、つまりそういうことが理解できる、そういう魂が尊重できるという意識が大事です。本当に木に魂が宿っている感覚があるけれど、その木が枯れかかっているときは、もう役目を終えて魂が抜けていこうとしているのかもしれません。そういう意識で見ていると、あ、抜けたとわかるときが来るので、そうなったときは、もう切るときなんだなと思って、切るよ、今までありがとうねと感謝をして、切るようにするといいですよ。